龍が池は三重県鈴鹿市にある池。鈴鹿市西部の伊船町、一級河川、鈴鹿川、水系御米川左岸に位置する。江戸時代、漢文5年に農業用のため池として建設された人工の池で、ある。面積3.2ヘクタール、周囲長約1キロメートル余り。工事は当地の省や、真由美町左門のもと施行された。地名は築造の際に、 人柱となった娘、お竜から。江戸時代、漢文五年、当時の伊船村、王将屋、真由美長左衛門の下、ため池が築造された。池は、村の東にある畑が他の谷を流れる川をせき止めて、作られたもので、この工事に際し長左衛門は、伊勢亀山藩に対し1万人もの妊婦を請求した。長屋のお茶組として働いていた美人の娘、 お竜を人柱に据えたことで、難航していた工事が完成へと導かれた。池の名は、娘の名を取って、龍が、池と名付けられた。漢文七年には長財門が、藩に三千人の妊婦を請求し、御部川の水を池に引き入れるための用水路1 3トルを、施行。これにより池の水が枯れる心配がなくなり、水不足で荒れ地となっていた当地には、田畑や民家ができ、 伊行ったと呼ばれるようになった。池の水は、下流の広瀬、津賀、高宮といった地域を広く潤している。村人たちは長財門を神として祭り、幕末の慶応元年には、藩から、眉見神社という信号の使用が許可された。1960年には、人柱となったお竜の石碑が建立され、池の築造を扱った漫画形式の図書も刊行されている。 ありがとうございます。